教えてくださいね。今日の練習も元気でした。頑張ってください。はい、イエー。湘南の4番ウリューダ俊、準決勝では終盤満塁の場面で貴重な2点タイムリーを放つなど、勝負どころでの一打が光りました。チームで 1,2 を争う練習量で、チームメイトからの信頼も厚い男です。注目すべきはチーム1と言われる肩幅の広さ。身長175センチの男性の平均がおよそ40センチなのに対して、麦生田は驚異の50センチ。身長がほぼ同じチームメイトの川辺と比べても、その大きさが分かります。錦江町の田代中学校出身の麦生田、今大会の出場全選手の中で田代中出身は麦生田ただ一人。地元には野球経験者がほとんどいなかったそうです。近くに一緒に野球できる人がいなかったので、壁とか使って壁当てだったり、自分たちの学年が初心者ばっかだったんですけど、集まってくれて。そして野球未経験ながらも練習に付き添ってくれたのが祖母律子さんと、7年前に亡くなった祖父杉尾さんでした。小学校の頃はやっぱキャッチボールする相手がいなかったので、ばあちゃんとかじいちゃんとかが自分のために練習にしてくれて、両親や地元の人たち、そしておじいちゃんおばあちゃんへ、夢の舞台で恩返しの夏が始まります。小さい頃から甲子園で活躍してって言われてたので、絶対に甲子園で活躍できるように、緊張すると思うんですけど、しっかり自分のプレーができるように頑張りたいと思います。